おりぴーでーす。みなさん、植物を見れてますか？今日はアジサイの挿し木苗の植え付けをしたいと思います。土作りをしながらアジサイを植え付けしていきたいと思います。挿し木苗は前回動画で出しましたので、そちらをご覧ください。その苗を使って植え付けをしていきます。前回の動画概要欄に貼っておきますので、ぜひ皆さん見てください。それでは元気にいってみましょう。まずは土作りです。土壌改良材を作ります。今回はまず腐葉土入れます。油かすです。燻炭です。酸度を調整します。有機石灰です。こちらも酸度調整。あとカルシウムとマグネシウムの補充です。よく混ぜます。混ぜムラがないように炭の方もしっかり混ぜてください。これで完成です。植え付けいきます。こちらが挿し木したアジサイです。日陰エリアでずっと管理してました。枯れることもなく元気に育ってくれてますので、ここで植え付けしたいと思います。冬入りなので日陰エリアでも葉っぱがとても生えますよね。この大葉がいい香りします。やっぱり香りがねいいといいですよね。じゃあここを土壌改良しながら植え付けしていきたいと思います。一旦鉢は横に置きます。ここを土壌改良して植えたいと思います。横にこれルッコラが入っているので、ちょっと移植しようかなと思います。ポットに入れてね管理します。ここら辺の小さい大葉はもう抜いてしまいます。ますよ。皆さん応援してください。グッドボタンを押して皆さん応援してください。大きい石出てきましたよ。芽が出てきましたよ。折
リーブの根ですかね。また大きい石が出てきました。石が出てきたのでふるいにかけて石を分別したいと思います。こんな感じです。またふるいに土を入れて分別します。土壌改良剤入れます。ざっくり混ぜてください。高さを合わせてみます。そうですね、だいたいこれぐらいですかね。アジサイを鉢から抜きます。鉢をちょっと揉んだりすると抜きやすくなります。結構根が詰まってきてますね。土をかぶせていきます。これで完成です。
最後に水をあげます。たっぷりあげてください。裏庭にやってきました。ここら辺にもう一つの挿し木した角アジサイを植えたいと思います。ここです。ここら辺に植えたいかなと思ってます。こちらはいろはもみじです。穴を掘ってきます。手順はさっきと一緒です。どんどん掘ってきますよ。段が見えてきました。気をつけてください。穴を開けないように。土壌改良剤入れます。土をふるいにかけます。あまりにも粘土質なので、表の庭から土を持ってきました。植え付けします。
最後は水やりです。はい、これで完成です。今回の動画いかがでしたか？よかったかなと思う方、グッドボタン、またチャンネル登録もお願いします。皆さん、植物をめでましょう。オリピーでした。